梶裕貴の独り言。たしなむ詳しくはないけど好きなもの、その道を極めている人からしたら浅い知識かもしれないけど興味のあることをたしなんでいきたいと思います。今回は緑茶を少々。おなじみの和風の時のやつでございます。日本人なら誰でも飲んでいるであろう緑茶。1年間に1人平均90リットル以上飲んでるそうです。90リットル、2リットルのペットボトルを45本。俺もっと飲んでる気がするな。まあ平均ですからね。緑茶と一言で言いましてもいろいろな種類があります。緑茶の中で最もよく飲まれている代表的なお茶は煎茶。太陽の光を遮って新芽を育てることで渋みが少なく十分な旨味を持った味わいのお茶は玉露。日本茶の基本的な主流から外れたお茶を総称して番茶というそうでございますね。じゃあ僕たちがイメージするお茶というものは煎茶が多いってことですかね。はい。そして日本で特にお茶が好きな県、皆さんわかりますかね。緑茶消費量が多い県第3位は京都。おー、イメージありますね。第2位は奈良県。まあ、あの地域なんですかね、やっぱり宇治とか、まあ京都ですけど、奈良との境とかね、通過点にあるんですかね。そして第1位は皆さんお分かりでしょうか、静岡県。生産量は多そうな気してきましたけど、消費量もやっぱ静岡1位なんですね。素晴らしい。そしてちなみに僕たちに馴染みの深いペットボトルの緑茶ですが、緑茶飲料は缶入りのものが主流だったんですが、1990年にペットボトル入り緑茶飲料が登場し、その後はペットボトル緑茶が定着しております。まあもうイメージはペットボトルですね。パックもねありますけども。どうですか皆さん、緑茶はどうやってたしなんでるでしょうか。答えをご紹介します。倉蔵さんです。ありがとうございます。カジさんこんばんは。こんばんは。私は緑茶が大好きです。喉が渇いた時、私の喉を潤してくれるのは緑茶です。緑茶の絶妙な苦味、最高ですよね。カジさんもそう思ったことありませんか。私があまりにもコンビニ等で緑茶を買うので、友達からは渋いねとか、おばあちゃんやねなどと言われることもあります。みんな緑茶の良さを分かってないと思うのです。緑茶はこんなに美味しいのに。ちなみに私が一番好きなのは綾鷹のまろやか仕立てです。苦味の中にあるまろやかな甘みが最高です。ほー、なるほどね。なんか別にね、若者だってお茶好きでいいじゃないですかね。僕はまあいろいろこうたしなんできましたけども、それこそ今は伊右衛門ですかね。まあ、CM に宮崎あおいさんが出ていたこともありますし。なんかね、伊右衛門といえば、今ここにあるんですけども、抹茶が入ってるんですよ。あの、下見ると、ちょっとね、粉末が、振る舞いは沈殿してるのがわかるんですけど、やっぱその抹茶の風味が僕は好きで、伊右衛門飲んでますね。さあ、そして、ミフさんです。ありがとうございます。カジさん、こんばんは。初メールです。ありがとうございます。私は風邪予防のため、緑茶でうがいしています。緑茶は喉の痛みを抑えたり、他の人に風邪をうつのを防いでくれたりするみたいですよ。緑茶ってすごいですよね。カテキンの力なんですかね。僕も、うがい薬がないときは、緑茶でうがいしたりしますね。まあ、家にいるときは、病院でいただいているうがい薬を、極力使うようにはしておりますけども。もう、まあそういう意味でもね、緑茶って、美味しいだけじゃなくて、体にもいいですからね。そこが魅力的だなと思いますけど。そして、ふーちゃん、ありがとうございます。かじさん、こんばんは、こんばんは。緑茶をたしなむということで、初めてメールさせていただきます。お、初の方多いですね。ありがとうございます。嬉しいです。私は日本茶が大好きで、日本茶専門店で働き、日本茶インストラクターという資格も持っています。あら、プロ。興味を持ったきっかけというのが、
毎日緑茶を急須で入れて飲み始めてから、それまで毎年かかっていたインフルエンザにかからなくなったということです。おら、もう4年分かかっていません。風邪もひかなくなりました。日本茶は煎茶、玉露、ほうじ茶、玄米茶など種類も様々です。また京都、静岡、鹿児島、福岡など同じ煎茶でも産地が違うだけで全く味が違います。日本茶は日常生活に普通にあるものですが、突き詰めていくととても奥深く面白いので、カジさんにもぜひ日本茶をより好きになっていただきたいです。あら、プロのふーちゃん、ありがとうございます。すごいですね。実際にこう効果が出てると。日本茶専門店で働き、日本茶インストラクターの資格を持っている。いいな、なんか。ねえ、資格取りたいですね。うん、日本茶インストラクターですって言ったらかっこいいですよね。声優ってね、資格ないですから。そう、名乗ろうと思えば名乗れちゃいますからね。ぜひちょっと僕も、プロを目指して頑張りたいですね。ありがとうございます。さてさて、ここからは恒例の企画になっているんでしょうかね。聞き緑茶に挑戦してみたいと思います。今回こちらゲストさん、さっきね、もう先にご登場いただきましたが、イエモンさん、おはようございます。そして綾鷹師匠、おはようございます。おーい、お茶ね、ありがとうございます。そして、僕たちに必要な、アラサーに必要なヘルシア緑茶さんね、どうもお越しいただき皆さんありがとうございます。今回はこの4名の方を味わって、どれがどれか、誰が誰か当てたいと思います。まあ定番ですね。コンビニに行ったら大体こいつらはいるだろうということでございます。まあ、まずは銘柄が分かった状態でこの4種類の緑茶を飲み比べてみたいと思います。じゃあこう昔からあるシンプルな多いお茶から、多いお茶の時代もありました、僕。いいですか、このまま飲んじゃって。いただきます。そうなんです。このね、なんか、静岡の茶畑が、まぶたの裏に浮かぶような。なんでしょうね。ちょっと、やっぱ渋みもあるんですけど、なんかさっぱり、爽やかな感じだから、きつくない、えぐくないんですね。静岡が浮かぶって言いましたけど、静岡で合ってるんでしょうかね。勝手に静岡の茶畑を浮かべましたけど、思い浮かべましたけど、まあいいでしょう。いいでしょう。続いて、じゃあ僕が今愛しているイエモン、いただきます。そう、僕はね、この抹茶の風味が好きなので、後にこうふわーってくるんですよ。やっぱ飲み比べるとはっきりわかりますね。こんなにいろんな種類のお茶を一気に飲むことってなかなかないですからね。そしてあやたか、いただきます。これはまあ濁りが売り推しのお茶ですね。これも似た感じ、わかる感じで。だから、あ、これも一応抹茶入ってるんだ。でも、イエモンの感じとはまた違いますね。これ、色も結構違うから、色で判別できちゃいますけど、見ちゃダメなんですか、そのやるとき。あ、ダメなんだ。まあ、最後、ヘルシア。うわ。もう一瞬でわかりますね、これは。脂肪消費しやすくなりそうって感じの特報ね。ありがとうございます。さあ、ヘルシア強いな。さあ次は名称を隠した状態、そして色も隠して目つぶって飲むんですか。それは難しいな。もうヘルシアに持ってかれちゃってますね。これ見ないようにですね。これが A ですか。あれ？あれ？はい。じゃあ B を。うわー、難しいなー。色見たい。あとね、振りたい。あの、抹茶の成分があるんで。うわー。もうわかんなくなっちゃうよ。はい。もう B はわかりました。これ一回、
リセットしたいですね。コーヒー豆ないですか。はい、C。ん？わかんなくなってきた。あれ？ちょっと待ってください。あれ？わかんないぞ。あれ？あー、なんか、せんべいとか食いたいな。一回こうね、近いんだよ。ん？あ、でも。あれ？ちょっとわかんない。もうお茶いらない。飲みすぎだよ。あれ？沈殿してんだよな、多分。もう、お腹いっぱいです。はい、はい、じゃあこれにしよう。じゃあまず、自信のある B から。ヘルシア緑茶。正直ね、あとの3つはもう、わからないですね。C。多いお茶。おーし。はぁ。A と D なんですよね。A が家もん。全問正解。あ、これ難しいですよ。マジで。いやー、よかった。毎日飲んでて。いやー、難しかった。色わかんないのと、あとね、紙コップに入れると、やっぱ抹茶が入ってる時は濁りなのか、イエモンとアヤタカは色近めですね。よかった。ありがとうございます。ちょっと皆さんね、これ、手軽にできますから、このゲーム。ぜひね、家族、お友達と、やってみてください。難しいですよ。というわけで、今回は、緑茶を少々、たしなんでみました。お腹いっぱいです。ごちそうさまでした。